この面は綺麗に揃えておくのがツヤを出して巻けるポイントです。しっかりと長い毛をすくってあげて。皆さんこんにちは。現在ヘアメイクと美容師、コスメの仕事を中心に活動しております、フリーランスのアスカと申します。どうぞよろしくお願いします。今回はこの今結んでいる一つ結びのアレンジをですね、いつものアイロンを使ってお伝えしていきます。ちょっとしたコツもお伝えしておりますので、ぜひお役に立てれば幸いです。それではどうぞ最後までご覧ください。では早速巻いていきます。今日もこちらのアイロンを使って巻いていきます。120度の温度で巻いていきます。簡単にポニーテールを作る方法ですので、巻き方は時短できるようにですね、髪の毛の量によりますが、私は耳前から一つのパネルで束ねて巻いていきます。この面は綺麗に揃えておくのがツヤを出して巻けるポイントです。進んでいきます。面が揃った状態です。今巻く前には何もつけていなくて、昨日の夜シャンプーして乾かした状態です。抜けました。これは手ぐしをすぐには通さずに、冷める時に形がついていくという特性を利用して、しっかりとカールをキープするためにこのまま今日は進めていきます。縦に頭を割っていくようなイメージで取っていきます。あまりにも毛量が多いなと思う場合は量は調節してください。この面が均一になっています。だいたい3ブロックぐらいで巻けるかと思いますので、で根元付近ですね、根元中間はアイロンをスルーといって通します。そして巻き始めていきます。根元から中間にもツヤを出しながら巻き込んでいきます。この時私が何度も何度も手でこういう風に触れるのは120度に設定しているからですね。あまり熱すぎるとこうアスッとなってしまって触ることはできないかもしれないです。結んでいくので毛先のカールは、ダウンスタイルの時はややコテを縦に抜いたんですが、今回はグッと巻き込んだ状態で巻いております。カールを毛先に強く出したいからです。後ろ少し巻きづらくてですね、巻き残しが起こりやすいです。今こういう感じで私も残してしまいました。こういったものは気をつけて引き出してきて、もう一度巻くようにしていきましょう。巻く前にしっかりと手ぐしを通しますが、通した時に掴んでみて熱いなと思ったら量を減らします。必ず3パネルで巻くということではなく、髪の毛の毛量に応じて臨機応変に分け取っていってください。グーッと引っ張りながらこの面は均一です。手の癖があって巻きながらすぐこうほどいちゃう方は、そうですね、結ぶ時はすぐほどかずにこのまま熱が冷める時に髪の毛は固まる習性がありますので、ご存知かの方もね多いかと思いますが、ちょっと冷ましてあげてですね、熱が固定するのを待った方がいいんじゃないかなと、長持ちするかなと思います。もちろんゆるっとさせたくてわざと早くほぐすっていう基本もあるかとは思うんですが、今回は結んでいってカールキープもあくまでしたいので、このままほぐさずに進みます。じゃあこんな感じですね。ざっと説明しながらだったので6分少々かかりましたが、何も言わずに巻いていくと多分5分ぐらいでですね、ご自宅では巻けるんじゃないかなと思います。はい、ではこの状態で結んでいきます。ゴムは、まあ、こういった切れないようなゴムを使っていきます。お好みのスタイリング剤があればツヤ出しをつけていただいて構いません。私は今オイルをつけます。オイルをつけて冷めている方からやや手ぐしを通していきますね。そして余っているオイル、スタイリング剤でも大丈夫なんですが、軽くこの根元や中間にも伸ばしていきます。この時にあまりにも前に出している毛が多いと古いスタイルになって重たくなってしまいますし、出ている毛の長さが長いのも問題、量が多いのも長いのも今っぽくないというか、ちょっと古く見えてしまう原因となってしまうので、しっかりと長い毛はすくってあげて後ろに入れ込んでいってあげるのがいいかなと思います。高さはどこでも好きなところで結んでいただいて構いませんが、今回はどの年代の方でも似合うようにちょっと低めに結びますね。こんな感じで低く結んでいきます。
で、ゴムですね。ゴムを使って通常通り結んでいきます。はい、結びました。で、この時にゴムを緩く結ぶのではなくて、ある程度しっかりと圧をかけたいので、まあ、結べるというか、ゴムが回るマックスまで回してあげて、固く止めてあげてください。で、髪の毛をですね、こういう感じでこうゴムをぐっと止めましょう。これで、まあ、もちろん巻いて終わりもありかもしれないんですが、このまんまりだとあまりにもピチッとしている、こういったスタイルももちろん中にはあるんですが、今回はちょっとゆるっとさせていきますね。ハードスプレーをつけながらほぐしていきます。鉢の出しすぎは注意してください。やや耳にかぶるように着出しをしております。